下村個人作「論語物語」より豚を贈られた孔子「ようか孔子を民と欲す孔子まみえず孔子に猪子を贈る孔子その亡きを時として生きてこれを廃すこれに道に合う孔子にいいて曰く来たれ」。 何時と言わんと、いわく、その宝を抱きて、その国を迷わすは人と言うべきかと、いわく、不かなりと、ことを従うを好みて、しばしば時を失うは地と言うべきかと、いわく、不かなりと、日月行き年我と共にせずと、孔子いわく、 抱く、我まさに使えんとすと何羊羹からの贈り物じゃと孔子は自分の前に台に載せて置かれた大きな豚の蒸し肉を眺めて眉をひそめた羊羹は炉の大夫騎兵士に仕えていたが騎兵士が死んで騎関士の台になると 巧みに彼を自家躍老中の者としついに彼を拘金して炉の国政をもっぱらにしていた孔子はその頃すでに五十の坂を越していたが商家こぞって聖堂を離れているのを嘆いて士官の望みを断ちひたすらに司書霊学の研鑽と青年指定の教育とに専念していた。 妖歌としては孔子が野にあって厳然として道を説いているのが何よりも恐ろしかった。でできれば彼を自分の味方に引き入れたい。少なくとも一度彼に会って自分が賢者を偶する道を知っている人間であることを示しておきたいと思っていた。彼は使いを使わせて 幾度となく孔子に会見を申し込んだ孔子はしかしがんとして応じなかった応じなければ応じないほど養蚊としては不安を感じるのだったで彼はついに一策を案じわざわざ孔子の留守を狙って豚の蒸し肉を送ることにしたのである例にタイフが死に物を食った時 死が不在で直接死者と応接ができなかった場合には死は翌日太夫の家に赴いて自ら謝辞を述べなければならないことになっている楊花はそこを狙ったわけであったさすがに孔子もちょっと当悪した彼はしばらく豚肉を睨らんだまま考え込んだ 霊に背くわけにはいかない。しかし、無道の人に招かれて、たとえ一日たりとも、これを助けるのは死の道でない。言わんや策をもって、成じられるにおいて親である。孔子は、ぬかりなく考えた。そして、ついに一策を思いついた。それは、 相手のの用用いたた。策そのままを応用することであったつまり「陽花の留守を見計らって謝辞を述べに行こう」というのである。元来孔子はユーモリストではなかった。だから彼は生真面目に考えてそんなことを思いついたのである。しかし思いついてみるといかにもおかしかった。 彼は思わず微笑した。同時に、なんとなく自分にはふさわしくないような気がしだした。確かに、彼の普段の信念に照らすと、それは決して気持ちのいい策だとは言えなかったのである。そこに気がつくと、彼はもう笑わなかった。そしてゆっくりともう一度考え直した。しかし、それ以上のいい考えは、 どうしても思い浮かかばなかった最善の策が見つからなければ事前を選ぶより仕方がないそう決心した彼は翌朝を人をやって密かに楊花の動静を伺わせた死者の報告に基づいて孔子が楊花の家を訪ねたのは昼近い頃であった。 彼は留守いの者に挨拶をことづけて安心して人に着いたところがどうしたことかその途中でぱったり羊羹の馬車に出っくわしてしまったのであるしたる者が高官の馬車を見てこそこそとネズミのように逃げるわけにもいかない 孔子は仕方なしにまっすぐに自分の車を走らせた。洋花は目ざとく彼を見つけて呼び止めた。そしてニヤニヤしながら「たぶん私の方にお越しであろう」と存じまして急いで帰ってきたところです。ほんのちょっと遅れまして申し訳ありません。孔子は小作を浪する者にあっ はかなわぬと思った彼は観念して言われるままに再び楊花の家に引き返したしかしどんなことがあっても御三の地層にだけはなるまいと決心した楊花は座につくといかにも熱意のこもったような口調で解き出した比類のない徳を身に呈していながら 国の乱れるのを傍観しているのは果たして仁の道にかないましょうか孔子は「楊花も言葉だけではなかなか立派なことを言うものだ。別に逆らう必要もあるまい」と思った。で即座に「いかにもそれは仁とは言えません。楊花はこれはうまい」と思った。 ですぐ二の矢を放った。急性催眠の志を抱き国事に尽くしたいと希望しながらいくら機会があってもいでて使えようとしないのは果たして知者と言えましょうか孔子はこれには多少意見があったしかしそれを述べてもどうせ話を長引かすだけの効果しかないと思ったので いかにもそれは知者とは言えません。すると楊花は「ここぞとばかり三の矢を放った」「時は刻々に流れてゆきます」「歳月は人を待ちません」「それなのにあなたのような高徳有能の死がいつまでもそうして虚なしく時を過ごされるのは心得がたいことです」 陽花はそう言って非常に緊張した顔をして孔子の答えを待ったしかし孔子の答えは極めて無造作であった彼は相手の言葉に軽くうなずきながら「なるほどよくわかりました私もなるべく早く良い君主を見つけて使えたいと存じています」 彼はそう答えるとすぐ立ち上がったそして丁寧に陽花に敬礼をして静かに部屋を出た彼のために多分用意されていたであろう昼飯を彼の帰った後陽花がどんな顔をしてどう始末したかは孔子自身の関するところではなかったので Aro.